こんにちは、速稼塾の久保です。皆さんはインボイス制って知ってますかね。インボイス制っていうのは、まあ、消費税に関する法律なんですけども、このね、私は消費税そのものが諸悪の根源だと思ってますけども、その話はまた別でするとして、今回インボイス制についてものすごくね、悪法だということをお知らせしていこうかと思います。まあ、何かというと、国税庁がいろんな税金を私たちに吹っかけてきて、本当に根絶やしにしていくどういうことかね、本当に分かんないんですけども、インボイス制っていうのは今までね、売上が1000万円以下の、年間1000万円以下の事業者っていうのは消費税を払う必要はないというふうにされていたんですよね。で、今回インボイス制が始まってからは、1000万以下の売上だっても消費税は払いなさいよっていうことになります。でも売上が1000万以下ってことは、例えば500万の年商でやってる会社にしたら年間50万を強制徴収なんですよ。もちろん倍加に消費税が乗ってる以上、まあ消費税は事業者が預かってるんで、それを消費税としてね、払うのは当たり前だよって言えば確かにそうなんですけども、ただすごく苦しいのは、もともとこのインボイス制っていうのはですね、なくてもやれていたわけなんですよ。で、なんで今回導入するかってことの意味っていうのは、はっきり言ってよくわかりませんけども、このインボイス制が2023年から始まると何が起こるかっていうと、大体ね、創業してスタートしてね、起業して2年目までっていうのは消費税が免除されていたんですよ、支払いが。まあ、ですんで消費税の分はお客様から集めても納税しなくてもよかったんで、その部分で初年度から赤字の会社でもなんとかやっていけたんですよね。でも初年度売上が500万、経費が1000万という500万の赤字の事業者に対しても消費税は徴収されるんですよ。赤字だからお金がないのに50万払ってくれっていうわけですよね。そうするとリスクを冒してまで赤字で起業する方っていうのが、まあ、これからは、ね、いなくなると思うんですよね。この国っていうのはサラリーマンも厳しいと、副業もなかなかうまくいかないと。もちろん海外に行くっていう方法もありますけども、自力で起業するときには最初相当なリスクを負ってくれるわけなんですよね。でしかも10年で生き残る会社っていうのがもう10分の1以下ということになってますんで、相当ですね、たくさんの会社にスタートしてもらわないと、起業してもらわないと、それこそね、1000社のうち100社残るかどうかっていう時代にですね、その1000社事業するぞって、もうこれから会社をやるんだ、自分で挑戦するんだって方をもうね、1年目からもう倒産に追い込むようなインボイス制が始まって、さあ皆さん起業するっていう方法も、もうおいそれとは取れなくなりましたよね。大変ですよ、本当にひどい目に遭いますよ私はずっとね、この中小企業者として活動してきて、年商が1000万円を超えると消費税っていうのがものすごくインパクトで来るんですよ。例えば1100万だと110万円納めないといけないんですよ。それだったら900万円ぐらいに落として消費税の分だけお客様に還元したりとかってことを考えられたんですけども、もうね、お客様から分取るしかなくなってきますね、こうなると。それこそね、これからはまともに商売やってもいいことないんで、人からね、国と同じように、税金を取るようにね、もう金がある人から泥棒でもいいから取ってやるみたいな、そんなね、加速が始まるんじゃないかなと思うんですよね。このインボイス制2023年から始まりますけども、ほとんどの人がもう事業できなくなります。で、今やってる方でも増税された上にインボイス制ですから、言ってみればね、活動の 20% は分取られていくわけなんですよ。で、住民税も 10% ありましたね、 30% だから自分がいくら稼いでも3割はもう自分の懐に入んないというかね、どうにもならないわけですよ。もっと言うと他の税金もありましたね。ということは、活動の 50% がなんとね、搾取されてるわけなんですよ。私たちは30日働くうちの15日は、自分の家族のためでもなく、自分自身のためでもなく、どっかの大金持ちをもっともっと太らすためにやってるんですよね。いや、ひどいなと思います。で、私はね、この自民公明っていうね、この連立がこういう制度をどんどんね、容認してきてると、また公明党にも問題があるんじゃないかなと思うんですけどね。公明党が自民党に入ってろくなことがないなと、公明党がなくなったらどんなにいいかなというところまで来るんですよね。なんで公明党ってこんなひどい人たちの集団なんですかね自民党がそうなんですかねもしくは自民党も公明党も私たちのことを考えてやってくれて、こういうふうなもっと金を起こせっていうふうにね、言ってきてるのかなと思っちゃうんですけどね。いやー、ひどいなと思いますよね。まあ、インボイス制が始まっても私はなんとか知恵で乗り切っていこうかと思いますけども、ね、そんな人ばかりじゃないですよ。ほとんどの人は
インボイス制によって殲滅されますね。まず消費税によって今まで 2% の利益でやってた事業者っていうのは利益なしになりますんで、連鎖倒産がガシガシ起きますよね。で、市場にお金のない人、仕事のない人が溢れてきて、それこそね、泥棒しないともう生きていけないってことになると、泥棒が始まって、その泥棒とか犯罪とかを抑制する抑止力となる警察とかね、そういった治安維持っていうのももう手に負えなくなってきて、もう自分のことは自分で守ってくださいみたいなね、ついには自分の警備も自分でしなくてはならないし、警察に電話しても対応できないんで、地域の消防団にでも電話してくださいみたいな話になったりね。で、地域の消防団はみんな70歳以上で、もう走ることもできないと。で、犯罪者の方がですねちょっと乱暴なことしたら全員やっつけられちゃうみたいな、そんな世の中になることがね、想像できるなと思うんですよね。インボイス制の恐怖、皆さんね、これにね、かなりの危機を感じないといけないんじゃないかなと思いますけどね。インボイス制歓迎する人ってまずいないと思うんですよ。怖いですね。起業した2年間も免除されるものがもう免除されなくなってきたとかね。で、インボイス制っていうのがなければ生き残っていけた人がこれからは多量にね、首をくくっていくという時代になってくるのかなと思いますね。怖いな。やっぱり日本にいる理由はますますなくなったんで、私は日本を飛び出してね、他の国に幸せに暮らそうかなと思いますけども、日本に居続けると大変ですね。ところでね、今回の動画の最後に皆さんにちょっとね、考えていただきたいんですけども、年収400万円時代って言いますよね。平均年収400万、まあ本当は400万円ももらってる人ってのはすごく少ないんですけども、まあね、日本人の平均年収が400万だとしましょう。400万円のうちの消費税が単純に言うと 10%、 40万ですよね。住民税も取られてますよね。だから80万円ですよね。400万の人ですら80万円の税金を簡単に考えただけでも払ってるわけなんですよ。で、他の税金もありますんで、おおむね100万払ってると思うんですよ。100万ね、400万の方でも100万税金払ってるんですよ。で、ここから何が言いたいかっていうと、じゃあ100万円の税金払う人が日本の総人口全部じゃないですけども、まあ1億人と仮定しましょう。1億人いたとしたら100兆円の税収が最低でも上がってるはずなんですよ、毎年毎年。でも今年最大の税収が60兆円ってなんかおかしくないですかね。皆さんこういうこと考えないですかね。1人平均いくら税金払ってるのかなってことで掛け算すると、どうもね、国税が発表してるあの予算とか国のなんかね、予算ね、100兆円だとか言いますけども、数字合わないんですよ。こういうことを考えて納税してると、やっぱりね、数十兆円が消えているんですよね。どう考えてもね、合わないですよね。ちょっと考えれば分かることなんですけども、皆さん考えたことありますかね。私はね、いつもね、これが不思議だなと思うんですよ。税金がもっともっと集まってるはずなのに、発表では私の見立ての3分の1しか計上されてないんですよね。なんか私の計算間違いでもしてるんですかね。だって投資してる人からですら 20% 集まってて、むちゃくちゃ集まってるはずなんですよ、お金。何なんでしょうね、これはね。誰がこう隠してるんですかね。私はね、国民から集めた税金の全てを計上して発表してるわけではないと確信してますね。皆さんはどう思うでしょうか。では失礼します。